どうも、IS チャンネルです。2021年の春に、駅の廃止が決定した、宗谷本線の北西駅の様子をお伝えします。撮影は、2020年の秋のものです。こちらが、北西駅の待合室です。どう見ても、待合室には見えません。待合室から、少し離れた場所に、ホーム柵のない、木製のホームがあります。北西駅の、1日の駅別乗車人員は、平成25年から平成29年までの平均で、0.4 人です。そして、こちらの駅間通過人員は、日進から智恵分の間で、定期、定期外、共に人数に変化はありません。つまり、北西駅の定期券での利用者はゼロで、乗車券での利用者が、誰も下車していないことが読み取れます。実際に、北西駅を発着する定期券の利用者は、通勤、通学ともに、誰もいないことが、この資料でわかります。JR 北海道が名寄市に、北西駅の廃止か、駅の年間維持管理費の負担を、市が負担するかを打診したところ、名寄市は、北西駅の廃止を選択しました。そんな北西駅の、待合室から見てみましょう。待合室の外観から、昭和感が、バリバリに伝わってきます。そして、インパクトのある赤い看板の、毛織の北房は、かつては旭川市内にあった紡績会社で、すでに半世紀前に倒産していて、今はないそうです。訪問時には、待合室の一部のガラスが割られていて、このように、応急処置が、されている状態でした。待合室の入り口は、重厚感のある、金属製の、引き戸になっています。よく見ると、この引き戸に、小さく、JR 北西駅、待合室のシールが、申し訳なさそうに貼ってあります。右の、VR 東京のシールも、気になります。中に入ってみましょう。割れた、コンクリートの床で、木のベンチがあります。待合室の中は、ざっとこんな感じです。時刻表です。上下4本の列車が停車します。上りの、朝の一番列車は、名寄から、快速名寄2号になります。運賃表です。2つ先の名寄より、4つ先の美深の方が、運賃が安いのです。ホームへ行ってみましょう。砂利敷きの道を、進んでいきます。待合室とホームが、少し離れています。木製のスロープを上がり、ホームへ行きます。ホーム柵がない、踊り場のようなホームです。駅名表です。隣の日進のシールが色あせています。北西駅と日進駅の間に、地頭駅がありましたが、2006年に廃駅となりました。先頭車の、停車位置表とミラーがあります。名寄方面から、音威子府方面を、見てみましょう。畑の奥の木々の向こうに、手塩川が流れています。音威子府方面から、名寄方面の、反対側を見てみましょう。待合室の他には、民家が一軒と、倉庫らしき建物が、数棟立っています。駅名表のバックに、待合室を撮影しました。次回訪問するときには、この光景は、見られないと思います。木製のスロープの真下に、昭和31年7月と、コンクリートに刻まれています。北西駅の開業は、昭和34年11月なのに、どうして?謎が残りました。残りわずかな営業期間となりますが、駅での事故がないことを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。